さて、サッカーの天皇杯全日本選手権の3回戦でロアッソ熊本は昨日広島市で J1 のサンフレッチェ広島と対戦し0対1で敗れました。小野監督の古巣広島との対戦となった昨日の3回戦、 J1 第2ステージ首位の広島は直近のリーグ戦から先発をすべて入れ替えました。前半ロアッソは先発の平重がチャンスを作ります。一旦はゴールネットを揺らしますがオフサイドの判定、0対0で折り返します。後半開始直後、キーパーシュミット・ダニエルの頭を越えられ先制点を奪われます。後半はシュート一本に抑え込まれたロアッソ、0対1で惜しくも敗れ4回戦進出はなりませんでした。個人として非常に嬉しいし感慨深いものがあります。温かく迎えてもらって非常にいろんな思いがあった試合でした。サッカー天皇杯の3回戦、ロアッソはサンフレッチェ広島と対戦。小野監督にとっては古巣との対戦で、広島の下部組織出身高柳と平重にとっても特別な試合です。チャンスを作ったのはその平重、細かくパスをつなぐと最後はゴールネットを揺らします。しかしここはオフサイドの判定。後半開始直後、ロアッソはロングボールの処理をもたつく間に広島皆川にループシュートを決められてしまいます。これが決勝点、ロアッソは広島に敗れました。